どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は iMac のですね、M4 のモデルが登場いたしましたので、 まあ正直どうなのかっていうところですよね。まあ何が変わったのかっていうところだったりとか、まあ実際買うべきなのかどうかみたいなところも、まあなんとなくね、見えてきたので、チェックできればなと思います。はい。まあ昨日ですかね。ちょうど本当月曜に変わったぐらい、火曜になったぐらいで登場しましたね。で予約も開始されてまして、11月8日に発売になってます。まあ来週ですかね。なんでね。まあ見ていきましょうか。はい。おー、はい。 タゲ多,多彩ですっていう風なな、ね、表現になっております。で、価格に関してはね、今回据え置きになってます。198,800円から。実質値下げみたいなところはあります。あの、メモリの容量がね、倍に増えたりしてるので、まあ、詳細後で見ようかな。なので、まずはカラーがね、微妙に変わりました。で、デザインは変わってないです。で、Apple Intelligence は、まあ一応対応というかね、あの、まあ、M シリーズのチップ使えるんだけど、で、今回、M4 チップがね、入りました。 最新のものもが入りましてこれはまあ OS の話かな。まあ、iPhone ミラーリングとかもね、できますからね。iPhone 操作できます、Mac で。で、今回、あとセンターフレームのカメラっていうのが12メガピクセルになって、あとまあデスク、机の上をね、上からこうデスクビューっていうんですけど、上から映せるようになったりもなってます。はい。で、デザインに関しては今回ね、変わってないです。はい。ただ、カラーが若干ね、淡くなってるっていうのかな。なんで、カラー張りもって、 変わってないいと思いますねなんでパープル、えー、ピンクオレンジイエローであとシルバーかな、まあ、ほぼホワイトみたいな感じなんですけどもっていうのがはいでデザインとかは変わらず、えーまあ、ポートはね、まあ、モデルによって2つなんですけどまあ、そこら辺の注意点もありますかねであとこのキーボード周り、えー、マジックマウスキーボードトラックパッドとかも全部ですね USB-C になりましたようやくはいトラックパッドだけ僕買いましたんでねカラーはまあ淡くなってるみたいな感じではある かなと思いいますはい、どうですかねデザインでアップルインテリジェンスが、えー、一応英語版は公開されたみたいですね今日ね iOS18.1 かな1か2か忘れたんですけどもはいで日本もどうやらなんか来年の4月ぐらいに対応するんじゃないかっていう話がちょっと出てきてますがどうなんだろうな文章構成とかね写真を探してくれるとかですかねはいウェアリングヒズ コスチュームこの服を着てる、このバンディットって名前なのか、まあ犬の名前かなわかんないけど。で、あとまあこの文字をね、えー、オリジナルの画像を作れたりとかね、まあプライバシーとかあるけど、カラーはやっぱ若干淡くなってる感じは背面が変わったのかな <laughs> ちょっと詳細を忘れてしまったんですが、まあ、デザインはいいですよね、やっぱね。パフォーマンス、見た目を裏切ります。で、今回 M4 チップ搭載しておりますので、最新のものかな。で、メモリも最大 32GB まで載せれるようになりました。24までだったのかな 24インチのディスプレイはね、まあいいですよ。かわいい。きれい。ディスプレイも変わってないと思います、ね、4.5系のレティナディスプレイ。特に改造図とかも変わってない。これ M1 チップに比べて最大2.1倍。で、まあインテルベースの iMac、まあ一番売れてるモデルっていうのがなんかよくわかんないけど、まあ多分この3っていうのを見ると、まあ大体書いてありますけど、あランデオンプロ 560X っていうやつ。コアイ5だね。5 y イ5の21.5センチ、21.5インチのっていうことみたいですね。どうやらね。最大6倍。 まあ怖い5かなはいなんで m 3との比較じゃないんでまあそんなにやっぱ変わってないんだなっていう感じですねまあ、m 3と m 4はそんな変わらないでディスプレイは変わってないです至福の美しさああそうだ、ね、やっぱ24インチでしたはい24インチで4.5 k 解像度なのでまあ、綺麗ですよやっぱりねでございますが特に変わってはない ただ、えっ、ー、と、オプションとしてですね、今回、ナノテクスチャーガラスっていう、まあ映り込みを、えーまあ、減らす、反射とかを、まあ、防止するものがあの選べるようになりました、これね、まあ。iPad Pro とかでもね、選べるようになったんですけども、カメラ、マイク、スピーカーで、今回、このんセンターフレームカメラが、えー、12メガピクセルになったか、1200万画素になってます。以前のがね、確か 1080p だったかな。はい、あと、まあデスクとかね、これ、後ほど見ますね。OS、まあ、ミラーリングとかはね、すごいいいよな。 あのついたのでこの上からのねこれどうやって本当やってんのかすごいよな <laughs> 上からこう俯瞰撮影みたいな感じの動画が撮れるとはいこれいいすごい,い,い、まあ、マイクはどうなんでよくなったのかよくわかんないんですけどもスピーカーとかはねもうそもそも結構良かったですかね空間オーディオ、まあ、ミラーリングはねすごい便利ですよあの iPhone、まあ、これは別に M シリーズとか OS を上げればあの別に M4 チップだがでしかできないってわけじゃないんですけどもそう iPhone をもう PC 上で使えるっていうのはめちゃめちゃあのー、便利です。ポピペットもできるしいいことかな。まあそんな感じですかね。ズームセットアップ、まあ、分割払いもできますし接続に関しては、まあ、ここら辺は同じだと思いますね。 はいで今回ポートがね全部サンダーボルト4になりました前は2つが USB-C で、えー、サンダーボルト3だったのが確かねだったんですけど、まあ、全部あの転送速度とかデータがとか、えー、転送とかね多分ディスプレイの出力もできると思うんですよねで Wi-Fi6E はね実は前のモデルとは変わってないで、えー、6K の、ね、外部ディスプレイに2台まで映せるようになりましたなのでただこれ最安のモデル対応してないんでそこはね詳細後ほど見ますけど 8K で 120Hz1、まあ、台。 も出せるよううになったみたいどうやらねでまあキーボードね、えー、全部この辺ついてきますトラックパッドは確か別だったかなプラス料金になった気がするんだけど、えー、マウスとキーボードは、えー、ついてるので、はい、USB-C になりましたまあ買ってすぐ使えるっていうのがいいところですよねまあなんでやっぱインテル版とかこの M1 ですねの iMac からの買い替えを想定してるんだと思います M3 のモデルはまあ全然買えなくていいと思うんで、まあ、インテル版から変えるともう かなり劇的に最大6倍高速なんでもう別次元ですね6倍なんで60%じゃなくてねでマークミニはねまあ組にはね今の時点で出てないですけどおそらく出ますまあ今夜とかに出るんじゃないかなそうなんですよなんか3つの製品が出るっていうふうに言ってましたのであと2つかな これはまあプレスリリースなんですけどもいいよねこういう感じの置き方が、まあ、M4 はまあまあって感じではあるんだけど、まあ、M1 とかインテルマと比べるとすごいいいんじゃないかなと思いますこれはなんであれだねまあアップインテリジェンスだと思いますね、はい、まあ文章の構成とかをまあこうしてくれるっていうところかなうんまあシリとかも結構まあ賢くなってますよっていう感じあの10分のねなんかプレゼンの動画あるんですけどそこで結構詳しく話してました、うん、でカラーに関しては新しいカラーを柔らかくした色合いに になってる、まあ、若干こう淡い感じにはなってるのかなと思いますね、うん。微妙にこう前のやつよりは淡くなってるのかなと思いますナノテクスチャーですね。まあ、これがどうなのかなどうだろうな、まあ、僕あんまり好きじゃないんですけどナノテクスチャーはね。はい、ただ映り込みとかは結構減るけどまあ若干やっぱ見づらくはなるかなっていう気はする、まあ、センターフレームはね非常にいいですよね。まあこう人が来ると自動的に画角をこう広げてくれたりするので、まあ、デスクビューもね あれだしで今回そう全部サンダーボルト4になっております、まあ、このプレスリリースも結構分かりやすいかなとモデルに関してですねまあ、11月8日発売なんですけど微妙にね差別化されてます実は、えー、と一番最安のモデルが、えー、GPU がこの8コアのモデルに関しては、えー、と例えばサンダーボルトですねこの USB-C の、えー、サンダーボルト4のポートが2個になってます他は4個なってるんですけども一番安いのかな あと、イーサネットもついてないのか。まあ、あのインターネットをなを自作と優先でつなぐみたいなやつですね。あとあ、マジックキーボードもタッチ ID ついてない。おお微妙にここら辺ね。いやー、よく見たら差別化されてんだよね、ここら辺が。あで あのの方がね、まあ、4万円差っていうのはありますけどどうなんだろうこっちの方がいいのかねやっぱりね <laughs>。ただ今回ね、えっとメモリが16からになってます。全部。と 8GB からだったんですけども、まあなんで実質値下げではあるのかな一応。あの値段はね、据え置きのままですので、198,800円で、以前のモデルと一緒。まあ在庫はさすがに大丈夫だろうなって思いますけどね。まあ割と上げていくと30万ぐらいにはなっちゃうのかなと思いますが、なんでこの最安のモデルだと、 メモリは、えー、ここはなんで24までしかいけないのかなで1テライーサネットはプラス4000円でトラックパッドもそうなのこれ別売りなんだよね地味に <laughs> まあただプラス八千円なんで普通に買うよりは安いって感じですかね多分一8 0 0 0円ぐらいするんだよね普通の普通に買うとアタッチ i にもまあ選べるのは選べるまあこれ選んじゃうんだったらねあのー、ポート2個なんでまあこ この10コアのモデルの方がね良さそうですけどねこっちの方が普通に良さそうだけどそうだねでコッピーが10コアのモデルだとナノテクスチャーガラスを選べますねそうなんでなんか微妙に違うなのでナノテクスチャーガラス例えば入れてでメモリに関メモリに関しても3 2イト増えたんだけど512のストレージ以上じゃないと選べない仕様になってますんで512秒、まあ、2424でいいかな <laughs> まあ1テラマジ まあ、マウスまたはトラックパッドまたは <laughs> どっちかにしろどっちかがついてくるってことか。なるほどなるほど。まあ確かに2個いらねえもんな。まあトラックパッドの方が個人的には使いやすいけどなーっていうところはあります。まあここは好みで正直。タッチ ID はねやっぱあった方が便利と思うけどね36万か高えな <laughs> まあけ コアはするな1テラで24まあ僕多分何てテク節はいらないから30万ぐらいにはなるのかなっていうまあ僕買うとしたらこのぐらいかなまあ全然普通に使うんだったらあの標準のモデルね全然いいと思いますけどね256あればそんな感じのオプション的には今回これ仕様のページなんですがまあさっき見ていただいた通り微妙にね違うんですよね、はい、なんで8個はこの GPU のモデルは ちょっとやっぱりあの色々差別化されてます。で、高効率コアも4つになってますかね。まあ、あんまりでもどうなんだろう。バッテリー持ちとか関係ないからな。そうだね。メモリも24まで。えー、でん、解像度は一緒だね。 うんただね、ナノテクスチャーガラスは選べないっていう感じですね一番安いモデルはであとねこの外部ディスプレイも微妙に違う一番安いモデルはやっぱり 60Hz の外部ディスプレイ1台までっていう、まあ、今までの仕様なんですけども他はね、えっと、GPU10 コアのモデルは外部ディスプレイ2台出せます 60Hz で最大 6K でで最大 8K で 120Hz で1台だと 120Hz まで出せるんでこれ多分今一番いいんじゃないか <laughs> まあ多分 M4 の MacBookPro も同じような仕様になると思うんです けどねマックミニとかもまあ唯一今のところね今のところ唯一 120Hz サポートしてますまあそんなもんかな他はほぼほぼでサンダーボルト4が2つか4つかっていう。 ところですすね、まあ、地味に差別化されてますあとタッチ ID がついてるかどうかまあ、オプションで選べるけどはいっていう感じかなただ Wi-Fi とか Bluetooth に関してはこれ変わってないです残念ながらサイズ感も若干軽くはなっなんか微妙に軽くなってた気がするんだよなでサクッとねこれ昔の仕様のやつがあったんでこれ2ポートとかでもね4ポートにしとこうえっと左がなんで M4 ですね右が、まあ、黒い方が M3 かなでチップに関しては 高効率コアが2つ増えてるのかオプション他は一緒かなプレーとかはね全く一緒ですね <laughs> 4480の2520まあ 4.5k、まあ、明るさも特に変わってないし、まあ、カメラが変わってるかなこのインカメラがセンターフレームビデオセンターフレームは12メガピクセルなんだややこしいなこれ <laughs> はいディスプレイのサポートがまあ良くなってるかなこれなんで 6k で1 1台 だけだったんですけど、あの1番上上のモデルでもディスプレイ2台になってます。まあ、そんなもんか jid <laughs> そう。wi-fi とかはね。変わってないです。実はなんか変わったような書き方してたんだけど。まあ Bluetooth も5.3のままですし、m3 からやっぱり変える。変えなくてはいいかなって感じ。ただサイズが若干ね。おんなんか軽くなってるんですよね。40g なんか微妙に軽くなってます。<laughs> ななんかかんかかわいけどサイズ感は一緒なんですけど、なん,だなんでなんだろうか、よくわかんないんだけど、そんな感じかな。まあ、ほぼほぼ一緒っちゃ一緒ではあるけど、微妙に違う。とですね、このマックのアクセサリー類も、えー、全部 USB-C で、えー、購入できるようになってます。えー、マジックキーボード、これ、まあ、天気付きのやつ、トラックパッドで、ね、僕、とりあえず買いました。ブラック、若干なんか高いんだよな。<laughs> まあ、ホワイトにしたけど、はい、今回、えーと、ライトニングから全部ですね、USB-C ポートになりました。 はいようやく <laughs> ようやくかよって感じなんだけどあとマジックキーボードもね、えー、全部 USB-C で充電できるようになりましたもう早くしてくれよって感じだったんだけど、はい、でマジックマウスも USB-C にはなったんですけど、はい、ただ充電の仕方は一緒あのこの底にこれまあ見えないような写真がちょっと嫌らしいんですけど 下側に充電ポートがあるんで結局ひっくり返してなんかこんな刺すっていうなんか充電する時結構ね不格好な感じ横とかにつけてほしいよね USB-C ポートっていうのは一緒なんですけどまあ一応出てますこれもね。ことで最後じゃあ買うべきかどうかみたいなところなんですけども例えば、まあ、インテル版とかですね デスクトップ欲しくて、まあ、自宅用なんでねこれは、まあ、インテル版とか昔の、まあ、M シリーズじゃないチップであれば全然変えていいと思いますねインテル版とかであれば iMac ね昔のやつ多分銀色な感じのやつだと思うんですけどもいいと思いますし M1 チップからでもまあ微妙なところではあるんですけども M1 チップで若干 まあ性能に不満があったようなな方であれば変えてもいいかなと思いますただまあそれ以外に関しては M1M シリーズのチップであれば Apple Intelligence もあの対応ね使えますのでそうなんですよあの Mac とか iPad とかに関してはね iPhone はなんかほぼ新しいモデルしか使えないんですけど 15Pro と16とかしか使えないんですけども、まあ、使えるんで、まあ、正直どうなんだろうな <laughs> まあ無理して買えるような感じではないかなと思いますかね は微妙に変わったとはいえただ M3 のモデルからまあ変える必要はないでしょうほぼ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 だって変わってないから <laughs> まあ外部ディスプレイが例えば2台出せるようになったりとか、まあ、メモリが確かにねでも16からになってるんでちょっと性能的に不安があったなっていうことは M1 からでも変えてもいいのかなと思いますということで皆さんはいかがでしょうかどう思いますかこの ぜひコメントいただければと思います。はい。で、まあ、またあの Mac Mini がね、まあ、おそらく今夜とかに出ると思うんで、まあ、おそらくこのマックスタジオの、まあ、MacBookPro も出ると思います。まあ、今こんな感じかな。で、MacMini が多分このマックスタジオのちっちゃいバージョンで出るんじゃないか。ただなんか値上げしそうな気がするね。10, ね10万ぐらいになりそうな、なんか怖いな。<laughs> どのぐらいになるのかわかんないですけども、まあ、おそらく M4 と M4Pro チップっていうのが乗ると思います。で、このマックスタジオ まあちょっとリーグで出てたんでまあ、そこら辺も、まあ、比較もしたいと思いますので、ね、気になる方ぜひねチャンネル登録 <laughs> あと高評価お願いいたしますはいあとあの質問とかありましたらぜひね気軽にコメントをいただけるかと思いますこのモデルとこのモデル、えー、変えた方がいいですか、まあ、僕以外にもあの答えてくれたりしますんで、はいまあ、比較もするんでね mac mini とかとなのであの他も動画もね ああのま iPad とかも最近出ましたし AirPods とかアンカー製品とかいろいろ iPhone のレビューもねまたこれから上げていきますのでぜひチェックしてもらえばと思いますあとまあコミュニティ欄で速報とかえとあと X でねいろいろツイートじゃねえやポストもしてるんであの見てみてくださいま,あまとめてあるんでねということでまた次回の動画でお会いしましょう良い一日お過ごしくださいじゃあまたねーまあなんか堅調な進化って感じですかねうんまあデザインは一緒なんでねまあ無理して買うっていう感じじゃないな まあどっちかというと僕は MacMini の方が、えー、<laughs> 楽しみ楽しみではあるかもしれないです。うん、iMac いいけどね。うんまあ、ただやっぱ普通の、普通はね、iMac でいいとあのはディスプレイ付きでもう全部オールインワンっていうやつなんで、とりあえずそのまま使えるんですよね。MacMini とかやっぱディスプレイとかさ、キーボードとかマウスを自分で用意したいっていう人用のね、パソコンなんで、あのもうこれでいい,いいと思うよ、正直ね。うん、いい、十分、十分、十分です、iMac で。